名探偵、コナン名探偵、コナンの登場人物江戸川コナン江戸川コナンは、週刊少年サンデーで連載されている、青山豪商原作の漫画作品、名探偵コナン、及び、それを原作とする、テレビアニメなどのメディアミックス作品に登場する、架空の人物であり、同作の主人公。本名は、工藤新一。アニメでの声優は、江戸川コナンと、 幼少時代の工藤新一を高山みなみ、本来の姿としての工藤新一を山口勝平が担当する。なお、コナンによるモノローグは日本語版ではコナン役の鉱山が担当するが、海外版では新人役のジュエルが担当し、コナンと新一が同一人物であることが強調されている。ドラマでの俳優は江戸川コナンを藤崎忠し、 工藤新一を、小栗旬、溝端淳平が担当。本来は、低丹高校に在学中の2年生である。高校1年の時に、両親の住むロサンゼルスに向かう飛行機の中で、発生した殺人事件を解決したことをきっかけに、警察から一目置かれる。その後、数々の事件を解決し、日本の警察の救世主や、平成のシャーロック・ホームズと呼称され、 世間に東の高校生探偵として名をとどろかせていた。しかし、トロピカルランドで幼馴染のモーリーランとのデートの帰りに黒の組織の取引現場を目撃したため、口封じのためジンに試作段階の毒薬アプト X4869 を飲まされ、組織も知らない副作用によって幼児化してしまう。命に別状はなかったものの、 組織に生きていることが知られると再び命を狙われて、周囲の人間も巻き添えにすることになると、隣人、赤沙博士から助言を受けたため、低丹小学校の一年生、江戸川コナンと名乗り、黒の組織の情報をつかむため、乱と探偵をやっている彼女の父、毛利小五郎が暮らす家に騒動することに、 元の姿に戻るために、様々な事件を解決しつつ、赤狭や西の高校生探偵、服部平次、黒の組織を裏切った灰原イ,イラの協力を得て、黒の組織の陰謀を追っている。風邪をひいた状態で、中国酒、パイカルを飲むか、または灰原が、パイカルの成分を参考にして作成した、下毒薬の試作品を飲むことで、一時的に元の姿に戻れる。だが、 下毒薬の効果が切れて、コナンの姿に戻るタイムリミットが近づくにつれて、呼吸が荒く、目も、うつろになり、激しい動機に襲われて、胸を抑えるなど、不自然な細胞の急成長、抗体化による体への負担が大きい。現在、表向きは、江戸川コナンとして低単小学校一年 B 組に在籍。赤さの遠い親戚の子ということにして、現在は、もう年へに、 医装老中。幼児化した姿の身長は不明だが、体重は 18kg。血液型も不明だが、乱と同じである。工藤新一としては、低丹高校2年 B 組に在籍している。年齢は17歳、誕生日は5月4日。身長は 174cm。住所は、東京都米歌市米歌区米歌町2丁目21番地。父親は、 世界的に有名な推理小説家、工藤優作で、母親は元女優の工藤幸子である。公式のビジュアルブックでは、母親譲りの整った顔立ち、美形などと紹介されている。怪盗キッドの正体である、黒葉怪盗と顔が売り二つという公式設定がある。江戸川コナンの名前は、小説家、江戸川乱歩とアーサーコナンドイルに由来する。作中では、 偶然目に入った、この二人の名前を合わせて、江戸川コナンと名乗ったことから誕生したことになっている。工藤新一の名字は、テレビドラマ、探偵物語の主人公、工藤俊作に由来。新一の由来は、作家の星新一からで、作者のお気に入りの名前の一つだったから。必殺シリーズを見た、蔡の監督、工藤栄一の演出が気に入っていたのも影響が、 あるとのこと。頭脳明晰、豊富な知識量と柔軟な思考の持ち主で観察眼に優れている。さらに、父親譲りの推理力と母親譲りの演技力を兼ね備えている。体が子供になった後でも、性格や癖、頭脳や技術などは変わっていないため、その頭脳を活用して、数々の難事件を解決している。ただし、 体力などは相応の子供並みに落ちており、探偵としての行動に制限がかかるため、赤坂博士の作ったメカでそれを補っている。警視庁や FBI などの捜査関係者からの信頼が厚く、勤務中の急な電話も心よく受け入れられ、ベテランの FBI 捜査官、ジェームズ・ブラックからは、FBI にスカウトしたいと言われている。共に、 有名な白馬などの同世代高校生探偵より、能力が上で、彼らが間違った解釈をしてもそれを是正できるだけの、能力がある。西の服部東の工藤と並び称される親友の平次とは、初対面時こそ平次が盲点を見落としていることをしん、一が見破り、その後もコナンが平次の一歩先を行くこともあったが、逆に平次が、コナンの気づかない点を先に見抜くこともあり、 何度か意識して、推理勝負をした際はすべて引き分けている。ラン、セラ、カズハ、ハイバラなど同世代の女子友達にも、新一と平次は、互角と認識されている。女子高校生探偵のセラとも、コナンとして、共同推理をするが、コナンの方が、能力は上である。違和感に気づかなかったことを、父、優作に指摘され、まだまだ観察力が足りないと評されることがある。 また、頭は切れるが落ち着いて行動できないのがたまに傷。であり、若さゆえに、精神的に未熟な面も存在する。体が小さくなったことにより、性質も小さい頃の声に戻っている。コナンの姿では、事件の真相を語っても相手にされず、正体を知られてはいけないので、事情を知らない人の場合は、麻酔銃で眠らせてから、 正体を知っている人の場合は本人に口パクをさせ、編成器で他人の声を真似て、真相を話すことにしている。基本的に、小五郎の引率先で事件が起こるため、小五郎の声を使うというパターンが多い。小五郎がいない場合は、鈴木園子、赤坂博士、山村警部の声を借りることもある。また、服部平次を眠らせて、彼の声で推理を話したこともある。 劇場版、第8作、銀翼の記述誌では小五郎を眠らせようとした際、誤って、ヒエリに麻酔銃の針を刺してしまったため、彼女の声で、初めて推理を披露した。蒸気のほか、小五郎やメグレ警部にヒントを与えて、自力で解かせたり、ランやユキ子に推理を教え込んで真相を話させたり、平時とのコンビで真相を話したりすることもある。 自分で真相を話すこともあり、この場合は犯人と1対1で相対する場合が多い。少年探偵団がいるときは、彼らにトリックの実演、またはヒントとなる、キーワードを言わせるなど、協力してもらう。周囲に自分の推理を話す際、元の状態で推理を披露するとそれに慣れていない、大人に怪しがられるため、子供のふりをして、あれれ、おっかしいぞ。 のような幼い口調で話す。また、大人でも知らないような知識をつい話してしまうことがあり、気づいた後には、新一兄ちゃんから聞いた、心のおじさんから聞いた、でテレビでやってたと、慌てて付け加えて誤魔化している。第1話では人一倍目立ちたがり屋で事件を解決したこと、人気や知名度が上がったことを鼻にかけたり、探偵を続ける理由に犯人を追い詰めるスリルと、 快感がたまらないと道楽的な感覚を持ったりしていた。しかし、体が小さくなってからは、周囲の人に正体を怪しまれないよう、自分が活躍したことが漏れないようにしている。新一からの指示で、コナンが動いたとのスタイルを取ることもあるため、新一は子供を危険に巻き込むことがある。非常識な人間と、劇中人物に解釈されかねない場面も多い。 コナン大橋に設置されている江戸川コナンのブロンズ造艇担中学のサッカー部所属時に1年生でミッドフィールダーとしてレギュラーに抜擢され、後に J リーグにスカウトされるほどの技術の持ち主で、ランには続けていれば国立のヒーローになっていたと言われている。あくまで探偵に必要な運動神経を養うためだけに言っていただけらしく、高校1年生の時に探偵として、 依頼を受けるようになってから、部活は、退部している。しかし、反射神経が優れており、脚力も波の大人以上で、足元に、たまたまあるものを、サッカーボールを蹴るように犯人にぶつけることで逃走を、防ぐなど、サッカー部時代に鍛えた体力を危険な事件現場で、犯人と対決するための戦闘力として探偵業に、活かしていた。利き足は右だが左足で、 ボールや物を蹴ることも多い。コナンの姿になってからは、体力が小学生並みに戻ったものの、反射神経は衰えておらず、キック力増強シューズや、どこでもボール射出ベルトを犯人体保持に使用している。キック力増強シューズを用いて犯人に物を蹴り当てて、気絶させる際には、男性の場合は、顔面や後頭部、女性の場合は、胴体や背中を狙う。 引き足は、基本は右だが左でも蹴れる両利きで、燃え落ちそうな吊り橋を一気に駆け抜けるスピードもある、ことから、ライターの深川俊太郎は指導者からすると、サイドアタッカーとして起用したくなるが警察より先に、事件解決したがる、新一の性格からして、フォワード向きだと見ている。英語は、ネイティブの人とも普通に話せるほど堪能であるが、イタリア語やロシア語などは、 理解できず、辞書で調べたり、翻訳してもらったりすることがある。関西弁にも難があり、周囲に違和感を覚えさせることもしばしばある。展示も理解している。その他にも様々な分野において、豊富な知識を持っており、推理の際に役立てている。その一方、当日の音楽知識や、流行のテレビゲーム、甲子園球場の銀山のことなど、 自身の興味が薄い事物については知らないことも多い。劇場版では、拳銃や多くの乗り物を自在に扱っており、本人は、ハワイで親父に教わったと語っている。独身術を披露したこともある。アニメでは犬を懐かせることにも長けており、デパート内のペットショップの何匹もの犬を短時間でし、つけた後、犯人グループのメンバーの男を攻撃させたことがある。 小さくなってから工藤新一の名声は当然意味をなさず、事件解決も眠りの小五郎の手柄となっていた。が、怪盗キッドとの初対決を顔写真付きで載せた、新聞が初めて、江戸川コナンの名で世間を賑わせた。それから、少年探偵団としての活躍も子供の力だけで、次々凶悪犯を取り押さえたことが話題を広げていき、毛利小五郎や服部平次。 時には、アイドルの沖野洋子とも親しくする姿や共に、事件現場に出くわすのも長売れる呼び水となる。実際に、コナンの姿で名推理を披露して、警察の信頼も得ていき、自ら TV カメラの前に立って全国に、名と顔が流れたこともあり、いつしか、少年探偵や、キッドキラーと、あるいは自称した、ホームズの弟子の肩書きで都外にまでファンが、 発足するほどに及んでいる。探偵として、推理や操作に直接関係のない、好み、特技について述べる。シャーロック・ホームズの大ファンで、彼のことを、世界最高の探偵と表している。一番好きな作品は、四つの署名で、同作品中で、ホームズの述べる When You've Eliminated the Impossible, Whatever Remains, However, improbable, must be the truth, という彼の推理論を好きな言葉として挙げている。自分の好みの話題になると、一方的にその話を続けてしまう。第1話でも、せっかく遊園地に遊びに来たにもかかわらず、話す内容はすべて、ホームズのことばかりだと、ンに呆れられてしまっていた。そのためランからは、推理オタク、大馬鹿推理の助などと呼ばれることがある。 また、借りていたアパートが、放火事件で燃えてしまい住む家がなくて困っていた、沖安スバルが、ホームズファンだと知ると、ホームズファンに悪い人はいないという理由で、駆動艇に住まわせている。ホームズの目視録では、芝の女王ミネルバグラスの弟、アポロに、自分の推理能力を信用させるために、ホームズの弟子だと自称している。低端中学時代は、 サッカー部に所属しており、当初は、探偵に必要な運動神経をつけるために、やっていただけだが、やっているうちに、本心からサッカー好きになった。好きなサッカー選手は、レイカー,ーティスで、彼が、殺人事件の犯人だと信じられず、市場にかられて否定するという、上記の言葉に反する行為を取ろうとしてしまった。少年探偵団と遊ぶ時は野球をすることも多いが、 本人はサッカーをしたいため不満そうにしている。かなりの音痴で、音楽の授業は大の苦手。さらに、変化記号、楽奏記号の意味や、G 線上のアリアを知らないなど、音楽の基礎知識に乏しい。しかし、聴くことに関しては、絶対音感を持っている。また、ホームズが弾くことができるということで、バイオリンについては豊富な知識を持ち、 弾くこともできるが、欄によれば特徴的な弾き癖がある様子。日本音響研究所の所長、鈴木松美は音声科学や音響心理学からして音痴なのに耳はいいことは矛盾ではなく正しい音程を聞き取れるが声帯をきちんとコントロールできないタイプと見られ、楽器が苦手ながら絶対音感があるのも矛盾せず耳で正しく音を拾えても 操作として手を動かすことができていないからであると分析。楽譜に隠された暗号を解読できたのは、発見と国見にアルファベットを当てはめた単純なものは、不協和音になって、音楽としては聞きづらくて成立せず、音楽は暗号には向いていないからである。コナンの思考回路は音楽を情緒的な感情としてではなく、暗号や、 数学のような理知的なことに結びつける音楽を楽しむことのできない性格であると見ている。芸能界にはあまり興味がないらしいが、ある事件をきっかけに知り合ったツーミックスの高山、南から CD をもらってからは、カラオケボックスに行くといつもその歌を歌っているという。苦手な食べ物はレーズンで、中学時代の先輩によれば、レモンパイが好物。 キュウリをうまく切れずに繋げてしまうなど、料理は苦手な様子。テレビゲームに関しては、嫌いではないもののゲンタたちに負けてしまったり、コナンだけクリアできていない面があることを光彦から指摘されるなど、あまり得意ではない様子。流行しているゲームの存在も知らなかったりする。ラントは13年前保育園に転入してきた、時からの付き合いであり、 なかなか素直になれずにいたが両思いであり、とある事件をきっかけに、ランに対して好きな女と告げる形で告白することができ、修学旅行で訪れた清水寺で、告白の返事として、ランから方にキスをされたことで、恋人関係になった。また、ランから、私たち付き合ってるってことでいいんだよね。と、メールで聞かれ、本人も恋が成就したことを喜びつつも、 付き合ってるに決まってるだろうと返信した。自分を思うランの恋心に関しては、平時が呆れ果てるほど鈍感だが、母、ユキコから、女に関しての雑学を吹き込まれている影響から、他人の恋愛沙汰には、敏感なため、恋愛感情が絡む事件の推理に不自由はない。婚欲や風呂場で死体が発見された際に、ランの裸を見て、鼻血を出すなど、 ランに対してはウブなところもある。小学1年生の頃は、恥ずかしがって、ランのことを、苗字の、毛利と呼び、自分のことも、工藤君と呼ばせようとしていた時期があり、ランはそうなることを嫌がっていたが、とある些細な謎解き事件がきっかけで、互いに再び下の名前で呼び合うようになったという、エピソードもある。新一だった頃の中学時代には、 当時生徒会長で男子の注目の的であり、現在は、東都大学の一年で、ミス東ト都トにも輝いた三年生の浅見先輩から、告白されたが、ランへの気持ちゆえに、それを断っている。ランには、厄介な事件に関わっているから解決するまで、帰れないことにしているが、ランが心配しないように、時々新一の声で電話をかけている。なお、子供時代に、 ランの母親のヒエリによく叱られたトラウマから、彼女に対して本能的に恐怖を感じてしまう。ランに、コナンと新一が同一人物と、半ば見抜かれたことが数回あるが、その度にコナン及び他に正体を知っている者たちが、ごまかすことで、ランは勘違いか考えすぎと思わされ、やはり二人は別人と認識した状態が続いている。 逆にコナンがランに対して自ら正体を明かそうと、試みたこともあるが、こちらもその度に諸事情が重なって果たせていない。世間を賑わせている、怪盗キッドこと、黒カ怪盗とは、工藤新一であった時から、様々な秘宝をめぐって何度も対決をしている。父、工藤祐作は、初代怪盗キッドである、黒羽盗一とは、彼の正体に気づいていた上で宿命の、 ライバル関係になっており、幾度にも渡って対決をしていたが、犯行を阻止したことはあっても、最後まで捕まえることはできなかった。息子である新一は当初、泥棒に興味はないと、黒羽島一の息子である、現代のキッドに、ほとんど無関心であったが、コナンになってからの最初の対決で、挑発された上で逃げられたことからか、その退治以降は執念を燃やすようになった。 現在は世代を超えた因縁のライバル関係となっていて、対決の結果はこれまでのところ互角である。ミステリートレインのエピソードでは、黒の組織狙われている灰原を助けるために、下見に来ていたキッドを呼び、手下を見逃すことと引き換えに協力を仰いでいる。コナンの関わったキッドの事件後、コナンはキッドから宝を守ったヒーローとして扱われることが多く、お手柄小学生。 キッドキラーといった形で、新聞記事に載っている。劇場版、第19作、豪華のひまわりでは、キッドキラーの通称が公認となっている。作者によると、コナンとキッドの対決は、シャーロック・ホームズ対、アルセーヌ・ルパンをイメージして描いていて、両方に勝たせたくないとのこと。コミックス4巻から低単小学校の同級生で、ある、吉田歩美み、津村屋光彦。 小島玄太に誘われ、いやおなしに少年探偵団のメンバーに組み込まれる。はじめは年齢相応の口調で話しており、手柄を焦るあまり先走った行動をとる彼らに呆れたり、内心では邪険に扱うこともしばしばあった。また、命に関わる事態の場合は、怒鳴りつけることもある。しかし共に数々の事件を解決したことに加えて、 自分の正体を知る灰原ともども三人の純粋さに動かされたりする描写もあり、次第に仲間として互いに全幅の信頼を置くようになり彼らの前では普段の口調で話すようになった。だが新一に戻れたと思った際には赤澤博士に転校したとアリバイを丸投げして別れを言わずに消えようと思っていたりと多少粗暴な対応をした。 5人揃って登下校する描写も多く、赤さやランの引率で休日に遊びに出かけることも、珍しくない。歩みはコナンに異性として、明確な行為を寄せている。助けてもらった際に方にキスをしたこともあり、光彦と玄太からは嫉妬されることもある。FBI のジェームズ・ブラック、ジョディ・スターリング、アンドレ・キャメル及び CIA の水なシレーナの4人は、コナンの正体こそ知らないが、 子供ながら、黒の組織の壊滅という共通の目的を持つ、探偵として認識している。江戸川湖南としては、青いジャケットに、灰色の半ズボン、白いワイシャツに、蝶ネクタイ型編成機という服装が多かったが、物語が進むにつれて様々な服装をするようになった。なお、幼児化に伴い、新一の幼少期の服がごっそり持ち去られていることが、 宮野志保の調査で判明している。各作品のキービジュアルでは現在でも、戦術のジャケット姿が多い。工藤真一に関しては特に服装のこだわりは見られない。江戸川湖南としての一人称は、僕で、子供らしい口調で話す。ただし、自分の正体を知っている相手や、少年探偵団の前では、本来の工藤真一としての一人称と同じく、俺を使い、 口調も真一とほぼ同じになる。だが、稀に正体を知らない人物にも、無意識のうちに真一の元の口調で話してしまう場合もあり、乱や他の人物に怪しまれることがある。また、推理中には、クールで、シリアスな口調になる。このギャップから、乱や小五郎歩みらにも、違和感を覚えられることがある。基本的には、標準語を話すが、 親しい者のとの日常会話には、しばしば江戸っ子特有の口調で話すことも多い。口癖は、バーロ、んなんじゃねえよや、僕ちょっとトイレで、この二つについては、ルパン三世 VS 名探偵、コナンザムービーで、次元大介に指摘されている。他に、アレレなど。由ら駅前に設置されている江戸川コナンのブロンズ像、普段の決め台詞は、江戸川コナン。 探偵さ。劇場版での決め台詞は、真実はいつも一つ。で、テレビアニメでも19時枠終了時のクロスプログラムにおいて使用されていた。放映開始初期はこのクロスプログラムや、劇場版、第一作、時計仕掛けのマテンローの TBO、スポット CM 等において、犯人はお前だ。というキャッチコピーも用いられていたが、すぐに使われなくなった。 テレビアニメ本編でも、例えば、外交官殺人事件で似たような言葉が使用されたことはあるものの、多用はされていない。言い回しも、その都度異なり、一時、区間全同一のセリフは、使用されていない。なお、テレビアニメ第一話、ジェットコースター殺人事件では原作にはないシーンで、このフレーズを真一が発している様子が確認できる。また、 テレビアニメのオープニングでは毎回ナレーションがあり、シリーズの途中からは、たった一つの真実見抜く、見た目は子供、頭脳は大人、その名も、名探偵、コナン、が、恒例となっている。さらに、劇場版のオープニングのナレーションにおいても、小さくなっても頭脳は、同じ、迷宮なしの名探偵、真実はいつも一つ、が、毎回恒例となっており、 テレビアニメ第一期オープニングのナレーションでも同様のフレーズが使用されたことがある。ありがとうございます。